はいどうも、カッパ園長です。じゃあ、この動画ではね、ちょっと久しぶりですけども、覚えてらっしゃいますかね、この札幌ススキの切断事件あったじゃないですか。ね、あの、田村,田村親子、田村一家の、うん、例のあれですよね、頭部、うん、東頭部切断事件ですよね。うん。あれ、まあ、まだ決着がついたわけじゃないんですけども、ここでね、 まあなんかこのなんとなく想像したことあまあ、僕もあったと思うし動画でも言ったことあったかなあるいは何かこの責任能力の有無みたいな感じで、まあ、例の,あの精神鑑定からのねまさかの無罪とかいやそりゃねえだろうってありそうですよっていうお話ですかね日本って本当なんか本当おかしいな <laughs> え ね、ちょっとね、内容見ていきましょうかね。なんでこれが無罪、ね、無罪の可能性とかどこにあるんでしょう。うん。いや、ほんとまさかの無罪だよ。<laughs> そもそもさ、人の命奪っておいて罪に問われないなんていうことがなんで起きるんだろうね。そこ、そもそもそういう、なんていうのかな、方、うん、方向性、方向性じゃないな。まあ、検察、うん、弁護側、検察側っつって、なんかその、 いやーそれぞれの立場だったとしてもね、うん、人の命を奪っておいて別にあの人の命に限った話じゃないですけどね、うん、罪を犯した側、ね、犯,罪犯罪者側が、ね、まず、そのなんていうのかな、まあ、それこそなんか,このかわいそうじゃないけどさなん,かこのな,んなんていうの,このペナルティーをこの軽くしよう、軽くしようとするこの活動が認められてるのがなんか変だなって思うんですよね。 だからこの弁護、弁護、弁護じゃなくしちゃえばいいんじゃないのやっていいことは弁護じゃなくてあ、だからまあ、単純にこの法廷代理人。うん。法廷代理人。だからもう、あの、なんていうのかな。例えばこの面談するじゃん。えー、この、なんていうの、加害者あ。だから被告。うん。ね、被告人とうん、まあ、とりあえずこの代理人が話するじゃん。ね、被告人が、 あのだからその弁護してもらう、弁護を依頼するじゃなくて、ね、代わりに喋ってもらうだけ。うん。では自分が言いたいことを、もう,うなんかこの、あ、でも結局一緒か、相談するから。こういうふうに、こういう主張にしてください。こういう主張してたことにしてください。私代わりに喋るんで、みたいな。なんだろうな、なんかうまい方法ないですかね。はあ なんかもう犯罪者、ね、僕はもうずっと言ってますけど、犯罪者に人権なんかそもそもないと思ってるんで、うん、何が弁護士呼べたよ、うるせえよって話なんですけどもね、僕個人的にはですよ。うん、あまあ、ちょっと話それましたが、えー、と親子3人ですよね、お父さん、お母さん、本人。うん。うざいはねえだろう。って思いません 内容を見ていきましょうか。多分なんかもうその時の状況はもう覚えてらっしゃると思うんでね、えー、さーっと、まあ、ホテルでね、い、えー、まあ、これ未だに名前出さないんだね。えーまあ、男性、えー、亡くなりましたと。でこの切断したこの頭部を持ち帰りましたと。で殺人した遺棄容疑で逮捕された3人ですよね。田村ルナ容疑者だっけ。でえー、父親が修容疑者。 母親が、あー、ひろこ容疑者だっけうん。母親だけなんかずっとイラストのままなんだね。うん。で、まあ、親子3人ですよと。で、えー、今現在、じゃあどうしてんだよっていう、今、責任能力調査中なんだっけえーとね、半年もかかんの <laughs> はっ 3人の容疑者がね刑事責任能力調べるために6か月の鑑定留置って書くとこの鑑定留置だっけでこれがね十四年だから来年の2月28日まで行われるんだよこれ,これえいつもこんな調子だったっけちょっと僕のその地方面あ特別明るくないんだけどさ必要かこの作業おかしいよな 事件当日、被害者の男性は家族に行き先を告げず、札幌市内で行われたデスコイベントに参加してましたと。でえー、夜10時半ごろ、瑠な容疑者と共にホテルに入室、えー。で、そのなんかね、あのー、なんだっけ、くっついて踊ってるちょっと離れたところで父親もなんかね、あの眺めてたんだもんな、確か。で、 えー、3時間半後に同容疑者と思われる女性が先に1人で出るとフロントに電話を入れて、入室とは別の服装でホテルから立ち去ってたと。だからこのガ,ラガラになんかこのお父さんがなんかこ隠れて入ってたみたいな、なんとかってね。で防犯カメラではリュック車を置い、大きなスーツケースを引いている容疑者の姿が確認され、現場には父親が車で送迎していたと。 で、逮捕後、被害者の頭部が加害者の自宅2階の浴室でビニール袋に包まれる容器に入った状態で発見。で、被害者の死因が出血性ショックで、両手を後ろで拘束された状,況状態で命を奪われて、で、その後首を切断されたと見られていたと。で、容疑者と父親が自宅近くのドン・キホーテで、スーツケース、ナイフ何本か、で、こののこぎり、手錠、 金髪のウィッグもあったかななんかを購入していたことが、後の調べで分かったんですよね。うん、無罪なんてありえるのなんかこの責任能力の有無とかさ、ね、本当に必要な作業なのかどうか怪しいと思うんだけど、どうにかして罪軽くすることできないかなっていう発想で進めるべきではないですよね、そもそもは。 ちょっとなんかうまく伝えられないような気がしますけどもそもそもがねうん弁護っていうのはなんか違うな,なんだろうな別に言葉遊びするつもりはないんですけども、うん、だって鑑定留置ね、通常23ヶ月って書いてあるんだけどなんで半年にしてんの一家3人オールスターズだから で、えー、今回の事件は凶暴かつ猟奇的で父親が精神科医という職業のため半年間も留置が必要と判断したとこれ理由になってんのこれいや逆にだってねうん都合よく利用だから何か聞かれたらこう答えようぜって、ね、精霊さんがあってこうやれば大丈夫なんだぜって精神科医ならではのなんかそういう突破口じゃないけどさねえ うん、なんかもうやばいやつのふり、最コなふりでもしとけばなんとかみたいな、そういう判断じゃねえの、本当だったらさ。で、まあ、この父親と関係性がない精神科医を北海道内で、えー、探し出してくるのに時間がかかったっつってんだって、なんだそれ、<laughs> 本当か、そんな理由。うん、で、まあ、先にね、ね、えー、この娘、あとこの母親、 の鑑定から入ってってるっつうんですけどね。ーええー。なんだそれ。なんかこれもよくわかんねえ決着見そうな気がしてやだなうん。もう毎回言ったんですけど、単純にそのね、経緯とかさ、ね、この家庭環境とかさ、ね、昔どんな生活してたか、もうそんな関係ねえだろうって思うんだけど。ね、結局、人の命が奪われました。 ね、だからもう結局人の命がねどこの誰が何ていう人がねまあ面識があったのかないのかねもう誰でもよかったみたいな感じのね、うん、あのなんだ通りで暴れるやつとかさ、うん、結果的にね何人あるいはこの誰がねどんな目にあったのかどんな被害に遭ったのかそこで判断すればいいだけなんじゃないですかね。 何か,かそういう経緯とかさねうんその後あとで調べればいいじゃんって思いますけどもそこで何かこの罪を辛くしたり重くしたりっていうその何かいじくるべきじゃんいじくるっておかしいなね司法判断がそれによってこの左右されるのはそもそも何か間違いなんじゃないのかなって思いますけどね なんかやっぱりなんかもう不可解なねなんか判断がこれも下されそうな気がしてねうんで、えー、父親が現在も勤務していた病院に籍はあるがあるんだ有罪となれば医師免許は取り消される可能性が高いとで瑠奈容疑者に関しては刑事責任能力がないという判断になる可能性が高いんだってへえすごいね 人の命をね、この一家三人でね、奪っといて、うん、直接だろうが間接だろうがね、三人でやったんだろううん。誰が最も重く罪に問われるべきなのかってとこで揉めるとかあるのかな <laughs> 全員死刑だろう無罪刑事責任能力がない。要は父親が主犯、父親にこの騙されたとか、乗せられたとか、言いくるめられたとか。 逆らえななななかかかったとかなんかそん,なそんな感じなのかなんだそれ精神状態があってお <laughs> かしいな、うん、っていうね無罪になるかもっていうかなるかもじゃないななりそうそういう状況らしいですよ、えー、と来年2月です来年2月28日って言ってたね、うん、ひでえ話だな、えー、今回は以上です